T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。目が光ってます。以前行かずに戻ってしまった。ここのボス戦の後の部屋に、行ってみようと思います。あの高速で動くボスね。あ、攻撃しなくても出てくるのかよ。うわぁ、うっかりしい。なんで何をかけね。強いからさらに厄介。ふん。この先ですね。セリフが外れた。かっこいいのにね。やっぱりか。正解して正解でした。こいつは爆発するから怖い。あ、隙間なのか。こちらは討伐数によってアップするタイプか。最終的に結構上がりそうだよね。上限とかあるのかな。多いですね。見た感じ特別な力を持つ剣という感じがします。剣に宿る魔法力を、だからね。むむ、ここがワープだったのかって嘆いたというお話です。あの時もう少し進めばよかったのにね。これでいい、感謝いたします。今度はおにぎりを回復用で食べてみよう。これにしようかな。あとはいろいろ連携やら強化やらしておきます。これにしようかな。これにしようかな。やった。なんか良さげなリジェネレーションもようやく作れますね。ヒーリングを3個も使うんだな。え、なくなるの。いえ、シャードはなくなりません。3個必要ってだけですね。いいぞ。そうなんだ。だいぶカットしてますが、他にも錬成や強化したものもあります。一部だけお見せしますね。これにしようか。これにしようか。ランクが4とかになると、必要素材が変わったりします。さて、そろそろ気分を変えて。お、久々。なるほど、こんな髪型もあるのか。ファッション雑誌のおかげか。ちょ、お前もレベルアップするんかい。ウケる。おお、増えてますね。ふむふむ。なるほど。お、これは。全然イメージが変わりますね。ほんとね、まるで別人。結局こんな感じにしてみました。わかります?ムービーでしょ。お、バレましたか。以前実況したミヤオートマタの主人公に似せてみました。さすがに目は隠せないけど。うわ。一気に悪者感が出た。さすがに嫌かな。
この辺が自然か。よくお似合いで。ありがとうトッド。おかげでプービーになれました。うん、いいじゃないですか。さて次は本を借りていく。耐熱をやめて解毒とかも良さそうだけど、うーん、まあいいか。せっかく図書館に来たので OB に会いに来ましたが、特に借りたい本はありませんでしたね。そうか、変えてたんだった。石化効果を持つこのペトラレイは便利です。敵が石化するとその時点で倒せるし、アイテムも問題なく落としてくれます。経験値が入るかはそういえば確認してませんが、アイテムやシャード集めがかなり楽でした。そうなのね。残念なのは動画内で使ってないことです。録画してませんでした。何よ。すみません。せっかくなのでタマコさんからもシャードをいただきましょうか。何回当たるのよ。当たるんです。よし、4人目かなって出ました。おう、ちょっと使いづらいかな。この上とか先とかも行ってませんね。青か。何度も復活するやつね。それだけに中身は素材です。まあ嬉しいといえば嬉しいのですが、これ、切るって時にとっさに出しても間に合わないんだよな。よし、この下ですが、うん、怖い。バックダッシュをまあ使わない人です。昔からね。またこういう部屋か。まさかこの本棚を持っていくんじゃなかろうな。ありえそう。うわぁ、めっちゃめんどくさそう。うわ、ドラゴン。マジかよ。こんなのできそうな気がしない。先に倒しておくか。よし、登るのに一苦労。
く。早速。じゃあ下から行きますよ。ってあれ、もしかしてこれ掴めます？上に戻す手段がない以上、掴めそうよね。マジかよ。でもどうやって上に、あ、ジャンプできるのかよ。持ったままいけるのね。なんだ。じゃあ最初からこうやってこれたんじゃないか。そういうことね。うん、またこれか。あ、そういうこと。シルバーナイトはこうやってグレードを上げるのか。ランクは錬成、グレードはシャードの数で上がります。普通は敵を倒してシャードを集めますが、ボスから手に入れたシャードなどはグレード1から上がりません。なるほどね。シルバーナイトもそういうタイプかと思ったけど、ところどころにあるのかもね。そういうことか。もう騙されませんよ。左右対称の部屋？何回見でもあるのか？え？さっきからなんとなく思ってましたが、たまに敵の攻撃を弾いてくれてます？やってくれてるね。なんて高性能なんだ。それに比べて本体の性能よ。乗ってるだけでピンチとか申し訳ない。ドラゴンがほんと強い。これお気に入りです。一撃必殺ね。罠に当たったら即死もありえるな。これ降りるのが怖い。よかった。右の壁に隠し部屋とかありそうだな。この右の壁とか怪しくないです？ないか。残念。あ、ドラゴンの部屋の真上か。これで左右つながったと。不安なのでヒーリングで回復してみました。 MP を使い切ってもビビたるものですね。でもだいぶ安心感は出たよ。おお、守ってくれた。非常に優秀な使い魔だな。攻撃もなんかすごくなってるしね。もしかしたら一番優秀かも。悪夢を見たからなかったことになってるんだ。そういうことね。むん、これもスイッチを押さないといけないパターンか。さて、大待機になったところは行ってきました。カットしてますが長いこと探索してましたよ。そうなのね。で、ここに来たってことはもちろん、もしかして、はい。もしかしたら最後の、ボス戦に挑もうと考えています。エリア名からして最後っぽいですが、もしかしたら逃かもしれませんしね。これ以上先延ばしにしてもって思いまして。まあそれもそうね。ほら、大階段ですよ。
以前この先の部屋までは行ってみました。嫌な予感がして戻ったってわけです。確かに最後感はあるね。でしょ。あ、ジーベル、待ちくたびれたぞ、ミリアム。これほどのシャドウを集めてな、俺と一緒に来る気はないのか。ええ、私はあなたとの約束のためにここに来たわ。約束？やっぱり忘れてしまったのね。私たちは誓い合ったの。もし自分の意志に反して力に飲み込まれた時は互いに相手を止めると。笑わせる。俺がやっていることが自分の意志に反しているとでも。そうよ。船であなたに会ったとき、一瞬私の知ってるジーベルに戻ったわ。もういい。交渉決裂だ。止めたいなら力ずくで止めるんだ。俺に従っていればいい。マジでやり合いますか。まあ言ってしまう。もう探してやる。強力な衝動を持ってるみたいね。この動き自体は遅いかな。この運動を見せるバランスよく使ってきますね。私もドラゴンを召喚して頑張ります。でか、これで終わったのかしら。ジーベルを止めたんだ。僕たちの目的は達成したと言える。でも城はこのままだし、悪魔だって。確かにそうだけど、あとはドミニクたち教会に任せておけばいい。本当にそうかな。なんだか嫌な予感がするわ。でも僕たちには何もできない。終わりにするしかないんだよ。そうだけど。は？終わった。まさかのバッドエンドでした。次回からはバッドエンドを回避するためサイド城内を探索することになります。どうやらあの赤い月に秘密が。
それではまた次回からもお楽しみに。ノクターン。また見てね、ノクターン。何時に祝福あれ。何時のレビューがまた1ページ。血が足りないわ。ブラッドステール。天使たち。